はい、大丈夫でしょうか。音声入ってますかね。はい、すみません、戻りましたかね。はい、申し訳ございません。ちょっと、トラブルがありまして、映像の方、止まりましたことをお詫びいたします。ただいまより、準々決勝の方ですね、放送を開始していきたいと思います。改めまして、左が UR デリバーを使う草深拓磨選手、そして右がスニークショーを使う織茂優斗選手となります。先行は草深さんの、秘密を掘り下げるものからスタートです。はい、今草深さんとしてはやっぱクロックをしっかり用意して対戦相手のスペルを打ち消すかどうか吟味していく展開が一番理想的なので、まあ、このドローを消すか、それとももうショーテルまで絞るかっていうのは結構人によって分かれるのかなと思いますけど、応援はデルバー使ってるときはドローは積極的に消していけって記事で書いてたのを覚えてますね。なるほど。理由は何かあるんですかね。やっぱりその相手の体勢が待ちきって相手が仕掛けたときの方がそれを返しづらいんで、それだったらもう全てのコムパーツとカウンターを揃えさせないように、もうカウンターを積極的にドロースペルを打ち消していってさっさと削ってしまった方がいいと。なるほど。そして2ターン目、若きグレンジツ氏を出してサイドアタック。さあ早速ここでさあ、しかしここにウィル、放送ウィルが飛んできますね。さあこれにはさらなるカウンター飛んでこずと、オリモさんの、けどもう迷わず仕掛けましたね、うん、もうデイズとか気にせずにもう早いターンから行くっていう強い意志が見受けられます。さあ秘密を掘り下げるものはまだ裏返らない。そしてオリモさん、2つ目の実物提示教育を持っていたような感じなんですが、ここで裏切り者の都を破壊されます。さあペタルでターン終了、うん、まだ飛んでこないですね。追加の土地がないですね、うん、さあデルバー3度目の正直ならず、まだ裏返らないなかなか裏返ってくれない。秘密を掘り下げるものですが、パラタック着実に鬼も選手のライフを削っていく草深選手です。2体目、ミス掘り下げるも追加。引けない。引けないですね。ここで変身するとほぼ勝負が決しそうな勢いですが、さあどうか。おお、ついに。あ、しかも強い。強いですね。呪文貫きで変身3に。あ、ごめんなさい、ゲージ。すいません。だいたいコメントで2回ぐらい言われるまでは覚えてないっていう。もうちょっとなこれは。さあここで織茂選手のライフが1と。かなり厳しい状況ですが、ここで投了。いやもう理想通りの展開でしたね。もうクロック、うん、クロック、カウンターカウンターと。そうですね、あの、はい、あ、はい、すみません、ありがとうございます。さあ始まりそうです、うん、さあ2本目がスタートします。右が織茂、選手、サクサフカ選手がマリガンと、セロリモ選手はキープのように見えますね。草深選手としてはやっぱクロックダメージソースが何かない手札は基本的にはマリガンすると思うので、カウンターばっかりだと絶対、いつかオリモさんの体勢が整ってしまって仕掛けられて負けるので、できれば何かしらのクリーチャーがいる手札をキープしたいですね。グランプリ神戸、そしてモダン新挑戦者決定戦と、かなりまあモダンが続いたハレリアの放送ですが、久々にレガシー見れるということ で、ね、また期間を置くとね、結構新鮮な感じで見れるんじゃないかなと思います。近々ベガスでレガシーのグランプリがあるので、うん、もしかしたらこの中にも参加される方がいらっしゃるかもしれませんけど、マリガンをして、これはキープと。まずはフェッチランドを置いてタインド。草深さんもタインドですね。
静かな立ち上がりですね、はい、今回298名、ギリギリ、はい、そうですね。フェッチで持ってきてから渦巻く知識と、はい、定員は330なので、まあ、満員ではなかったんですが、まあ、相当な数のレガシープレイヤーの方が集まってくれたということですね。さあ1ターン目に打つということは多少ちょっと何かが足りてないのかなと、基本的にはちょっと我慢して打った方がいいと言われているので、まあ、ダメージクロックなり土地なり何かが足りてないのかなと。さらにメインでシアンを打っていきます。さあスタックでフェッチはしましたが通ったようです。シアンで3枚積んで1枚ドローというモードを選んでいます。さあ今の試案で、ようやくクロックダール、ヤングパイロマンサーは手に入ったので、うん、そしてここでセレンの花びらから3マナ出ると、さあ防御の攻防、これが通ってしまうと草深選手かなり厳しい、まあ、しかしこれはちょっとフォースオブウィリー以外だと、うん、スペルスネアが、1枚だけ入っているのでサイド5は2枚か。さあこれには呪文貫き、まあ、このターンだけは勘弁してくださいと、うんうん、さあもちろんこれを受け入れて設置することに成功しました。これで次のターンちょっとカウンターを構えることはほぼ不可能なので、うん、3マナオープンにして、うん、一応これだとフォースオブウィルがあると、うん、打つことはできる、うん、さあここで実物提示教育。さあしかし行動は1回しか許されない。さあこれに放送ビル石の力を乗せていきますが、ここにはローバイの嵐ができてカウンター仕返されると、実物提示教育から出てくるのが全知、そしてスニーク。さあこれで一応手札は空になったんですが、すごい場になりました、ね、そうですね一応また手札はゼロです、うん、トップから何か来たら即唱えられるとなりますね。対する草深選手の場には若きグレン術師が並んでいます。で2点、そしておー全地を破壊、これは分からなくなってきましたね。これでカンニングウィッシュからの勝ち手段は消えてしまった格好になりました、うんうん、これで3点。しかし場には依然防御の攻防、そして魂打ちが残っている状態と、まだ分からない状態です。ここで試合、この試合怖いですね。怖いですね。わあ、これは来てしまった。銀が最強のクリーチャーが来てしまいました。
エムラクドド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 まあ、土地1枚を残すかクリーチャー1体残すかしか選べない、ね、これはどうでしょう。まあでももうクリーチャー残すしかなさそうですけどね。さあ意を決してヤンパイだけ残しました、うん、そして本体に15点。これでライフが2、そして場には若きグレンジ氏のみと。これでムラクールは墓地に送られます。まあそうですね、ちょっとライフオリモ選手の方が多いので、まあ、このままだと単純に7ターンかかってしまうので7ターン何も引かないっていう可能性はかなり低いですけど、まあ、うん、まだ一流の望みがあると。これで2点。本当にわずかですが削り切りたい。さあフェッチを切って1 まあもう1も2もね、あのデッキに対してはそうですねあんまり変わらないですね。島を出してと7には結構境界線がありそうですけど、まあ、1と2はそんなに。ここでシアン特訓を増やしつつ何か後続を引く、もしくはあらディフェンスグリッドですね、はい、防御のなんとか攻防対戦相手のターンに呪文を唱える場合は追加で3マナかかるっていう。さあここでさあシアンに頑張ってローバイの話、しかしトークンは出るので一応クロックは3に増えたと形になりますね。そうですね、オリモ選手としてはとにかく時間さえ稼げばいつかを。さあこれは引いたのはこじれっくりターンですかね。かなり今の状態だと嬉しい1枚ですが、これは打ってきましたね。さあこれでクロックがなくなってしまった草深選手ですが、まだ望みはある。山を置いてタイド。さあここでシアン、ああお、しかし何もない、しかし何もない、珍しい。ドロー、もう一回シアン、また何もない。いや今回は直感があります。直感がある、なるほど。一旦挟んでしまうんですけど2ターンかな、いや1ターンか、直感、裏切り者の都って積んでそのまま引いて次のターンに仕掛ければ、草深選手は次のターンフェッチ以外の土地を置いた上でウィルを構えなきゃいけないので、うん、もうほぼ防ぎようがないと思います。ちょっとライフ10は遠いですからね、クロックがない状態の10っていうのは、あ、そうですね、高層ビル打てないですね。コメントありがとうございます。そうライフ1必要だ、あのカードは。あ、本当だ、すみません、ライフ1でした、確かに結構2から1ありましたね。本当だあれししこれはなんだ、これはトップに戻す、これはけどかなり起死回生の1台になるかもしれない。あ、しかしオリモ選手はまだ騙し、ショーテルを持ってる。なるほど。さあもう一回出し直して出すものが草越じゃないが全地。そしてさあいつ
ここで草深選手投了ということで、森本選手が1本取り返してゲームカウントは 1-1、 こちらで勝った方が、次の試合勝った方が準々決勝制覇となります。結構ねたまにモダンでもありますからね。そうですね、このデッキすごいやん、なんでこれみんな入れないんだと思ったら、そもそも再録されてなかった、発版にしか入ってないと。一回なんかルーンの母が出てきてしばらく進んでしまったみたいなのを聞いたことがあるような、うん、あルーンの母が出てきたそれはすごいっすねまあけどカードプール仮に知らないとしたら全然わかんないですね、まあ、そうですね、対戦相手としたら強いなと思うかもしれないですけど、ね、すごいカードモダンにはあるんだなと思って終わっちゃうっていう準々決勝いよいよ3本目がスタートになります。お互いマリガンチェック、織本選手がまずはワンマリガンか、さあ織本さん6枚はキープ、うん、さあ7枚キープの草深選手は当然出る場からさ1本目は、残念ながらなかなか裏返らなかったこの機密を掘り下げるものですが、今回はなんとか早めに裏返ってほしいというところでしょう、うん、草深選手今ちらっと見えた3枚エムラクールグリセル全地っていうすごいカロリーみたいなそんな3枚があるのかって、すごいですね、しかし引きましたということはショーテルとかはもう、うん、ちょっとパッと見あれですね、裏切り者の都もありそうですが、ここで反転、さあ今回の秘密を掘り下げるもの一味違う、さあここで角膜知識、さあ追加のクロックかカウンターで手札を整えて、まあ、理想としては追加の出る場が一番嬉しいですけどね、ターンが短くなればなるほどカウンターしなきゃいけない呪文の数が減るので、そして森本選手のターンですが、さあここで裏切り者の都ではなくて西への墳墓が見えますね、ですがここはまずは帝王、さあ手札に大体のパーツはあるように見えるので、まあカウンターを探しに行ってる形ですかね。あっとラバマンサー、さあこれは強い中面の溶岩使い、生き残ってしまうともうクロックを壊滅させられるので、はい、あすいません今のグリムラババンサーでちょっと流れが変わりそうですね、多分除去はかなり減らしてると思うので、さあここでカウンター合戦が起きるか、草深選手放送ビル2枚は見えましたが、まあ、ラバマンサーもちろん生き残ってクロックを滅殺する方が理想的ですけど、まあ、放送ウィル1枚使わせただけでも十分大きな仕事を果たしたと、さあターン数を計算しながら、うん、手札に青いカード2枚ありますかね、うん、放送ビル放送ビルと1枚がシアンのように見えますが、ヤンパイウィルウィル、お願いします、は
さあ通りました。まあ、これは大丈夫という判断をしたんでしょう。それかまあちょっとあれにカウンター合戦を付き合っているようではちょっとカウンターが足りないか。ここでかなり悩んでいますが、ここは若きグレニッチを出すかどうかで悩んでいるという感じですかね。ではなく、この選択肢がまずはフェッチを起動して土地を持ってくると。まあ、手札次第ですけど、ちょっとラバンサー出ちゃった以上はクロックはもうある限り出していきそうですけどね。そうですね。さあここで若きグレンディッチを追加と。やっぱダメージソースがなくなってしまうと、もうさっきみたいにどうしようもないライフ、相手のライフが残って時間が過ぎていくような状態になってしまうので、そしてシアン。さあここでさあちょっと手札が落ちてしまったみたいです、うん、なるほど。デルバー不毛と見えましたが、青いカードはまあウィルのコストになるので最低限の役割は果たすんですが、まあ、他の2枚が弱いようだと。そうですね。さあこれは順番を入れ替えてワンドローを選びましたね。さあオリモ選手は、ラバマンサーを使ってもうちょっと待つか、それとも仕掛けるか。さあここで仕掛けそうですね。来ました。さあまずはフォースウィル一発目、うん、さあこれにはさらにフォースウィル、そしてさあこれはもう一枚あるか、通るか。お、行きました。もう一枚行きましたね。オリモ選手けど、もしかしたら仕掛ける前にヤングパイロマンサー殺した方が良かったかもしれないですね。そうするとトークンが今2体増えちゃったんで、うんうんうん、トークンが1体デルバーっていう状態でヤンパイ殺して仕掛けると今トークンが2体少ないんで、次のターンデルバー殺すと、ライフ10から6になって4で止まるんで、なるほど、そっちの方が受けるダメージが最終的には少なかったかもしれません。なるほど。ちょっとしたところですが、かなり大事なテクニックですね。あ、そうか、デイズケアもあるとか難しいですね、うん、さあここで、あ、あ、裂け目の突破そして手札が今ちょっと先に出ちゃいましたけどね。エムラクール16点。スタッフカさんの手札は0ということは、は
はい、ということで準々決勝は、ピッツ肉賞を使う織茂選手の勝利でした。おめでとうございます。